ニコまだ。もうちょい、これだけ。ユッコ、何か用があるの？ちょっと。だったら気にしないで先帰っちゃえば。でも。いいのいいの。ニーコなんかに付き合ってたら日が暮れちゃうよ。あの、ニーコ、私そろそろ。ちょっと待ってて。これだけ先生に出してきちゃうから。帰りそびれちゃった。いいの。ここまで付き合ったんだもの。最後まで付き合う。ごめんね、遅くまで付き合わせちゃって。ほんとクズなんだから。ゆっこ、時間本当に大丈夫？何かよ。最近4時からやってるドラマ毎日見てるの。へえ、ごめん、もうとっくに4時過ぎちゃったよ。いいのよ、1日ぐらい。ゆっこったら、それならそうとはっきり言えばいいのに。ゆっこはね、マリちゃんと違って優しいの。何を、こんな時間まで付き合わせておいて。ビビ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 ビ。もう二人とも。お待たせ。ミーコ、ゆっこ早いね。10分前に着いちゃった。楽しみで。あとはマリちゃんだけだね。そうね。ママまだ。できたわよ。はい、サンキュー。まったく、なんで昨夜のうちに言わないの？アイロンくらいしてあると思ったんだもん。あち。それにこのスカートにはこのブラウスじゃなきゃダメなんだもんね。それよりあんた時間。うわ、もうこんな時間。行ってきまーす。行ってらっしゃい。何よ、マリちゃんってば。遅れたら承知しないとか言ってたくせに。もう予告編始まっちゃうよ。ねえ、寒いから先中に入って待ってない？でも待ち合わせ場所はここだし、中に入っちゃってマリちゃんがわからなくなったらかわいそうだから、ギリギリまで待ってみようよ。でも寒いよ。まもなく上映開始でございます。お急ぎください。遅刻だよ。よかった、間に合って。あと5分で映画始まるよ。ごめん、早く入ろう。もう。ただいまからご入場のお客様は皆さんお立ち見になりますのでご了承ください。立ち見だってさ。もっと早く来ればよかったな。立ち見、もうマリちゃんが早く来ないから。仕方ないよ、どっかで時間潰して次の回にしよっか。どうして先に中に入って席取っといてくれなかったの？そうすりゃ今頃座れたのに。そりゃ私だって寒いから中入っていたかったよ。でもゆっこがマリちゃんが分からなくなったらかわいそうだって言うから。たく、気が利かないね。そんなのはもっと臨機応変にさ。もう、マリちゃんってば本当に勝手だよね、ゆっこ。ゆっこ？ゆっこってばゆっこがあんなに泣くなんて。映画どうする？とりあえず、今日はやめよう。今日映画の後は材料買ってみんなでお菓子作りのはずだったのにね。ちょっとトイレ行ってくるから、そこで待ってて。
あぶーい。あったかそう。中入って待ってよっと。あれ、ミコ？ミコもトイレ行ったのかな。まあ、ここで待っていいよ。マリちゃんもそんな。中に入って席取っといてくれなかったな。ゆっこ、私が遅刻したこと一言も責めなかった。はい、ありがとう。ゆっこならさ、寒くたって暑くたって決まったところでいつも待っててくれるよね。うん。どうしたの？帰るなり台所立ってお料理してる。喧嘩でもしたんじゃないの？ゆうこは料理でストレス解消するからね。あれから映画どうしたかな？いきなり泣き出して二人ともびっくりしただろうな。私ってほんとダメよね。思ったこと半分も言えないんだもの。やっぱりもっとちゃんと口に出して言わなきゃ。こんにちは。あのね、お菓子作りする約束だったじゃない。だから、私たちだけじゃできないから教えてもらおうと思って。はい。二人とも。寒かったでしょ？さあ、入って入って。お邪魔します。開けてチョコを塗ってね。ゆっこごめんね。私が悪いの。勝手に帰ってきちゃって。私ももっと思ってることはっきり言えるようになればいいんだけど。はっきり言うゆっこね。悪い悪い。いつまで待たせんのよ。いい加減にしろ。そうね。いいよ、そんなに変わんなくて。私今のまんまの優しいゆっこが好き。みーこ。そうね、その方がゆっこらしい。